はいご機嫌いかがですかはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますね,、はい、ますね今日もピンクがお似合いですね大輔さんはいやもう暑いですか半袖ですね今日は半袖ですか、えー、すっかり夏っぽくなってきました東京もね今ちょうどこれもしかしたら聞いてる人の中では梅雨入った人もいるかもしれないですけど<あ>まだいないか、まあ、沖縄暑いでしょう。 えどううでしょうか FM 沖縄の皆さんも沖縄は梅雨で大体5月ぐらいにわれわれ行ったら、はい、まあ梅雨時関係なく、われわれが沖縄に行くと雨ですけども、確かこの時期は、もう一回雨やからな、沖縄は多分もう梅雨入ってるですかね。だって、沖縄の,あのビーチのいでリアバナナボートをなんか世話してる人とかに聞いたら、世話してくれる人とかに言うたら、なんで引っ張ってってくれれば、まあ、世話してくれるばいいん聞いたら、うんその、沖縄の海が一番、なんつうの 状態が梅雨明けてあそうかそうか梅雨明けてすぐやからすぐぐらいが一番何てのきれいとかそうなんだって言ってたおすすめなんだ世話してくれる人に名前が役者ラゃダセーバーでもないやろあの人バナナボート世話してくれる人におすすめは6月なんや6月が大体おすすめだらしいですやっぱ沖縄で撮るしかないんじゃないですか6月どうでしょうか全然聞いてない全然だれも聞いて 入ってるよね。で、その話じゃなくて。沖縄で撮ります。日焼けたぐらいに行きませんか。行きませんかっていうお話。いいんじゃないですか。私たちのおしゃべり聞いてもらってます。すいません。大丈夫ですか。大丈夫でしたか。大丈夫ですか。乗ってますか。担当。ああ、そうですか。すいません。ありがとうございますね。はい。いや、あの。えっと、今日三本撮りなんですけど。はい。 あのー、あんまり,り、はい、皆様からのあのメールこと絆を読む時間がないので、はいえー、今週と再来週でいっぱい読んでいこうと思ってます。<laughs> よろしくお願いします。あとこのスタジオ内にとてもいい匂いが漂ってます。そうなんですよ。目の前にね我々のこれですか、ねえー。話題のですね。T さんの方から。うん、そうね。T T さん、T さん、T さん今日来てます、ね。すいません。今日あれあれですか。もう担当は大丈夫だったんですか。いや多分あ新,新しい人組んじゃう。あれ新しい人。 ません。じゃあ俺ねこのスタジオ来た時に、はい、T さんがいらっしゃって先に T さんの片割れに、うん、あのテーブルの片隅 鶏肉をおいしくあげてくれる白髪のおじさんのやつですかそうそうそう、KFC でしたっけって書いてくれる包み紙があって、俺、T さんが食べるもんやと思っただから、俺、めっちゃ言いたかった、僕らの今日の差し入れですかって冗談僕言おうかなと思ったけど、本気で食う予定だった場合でも T さんは気を使って、もしかしたらくれるかもしれんやと思ったから、だまーってたのな、そしたらさっき、今、われわれが喋るスタジオ入ったときに、あ今日のあれで、あの ナゲットです。今日のナゲットです。なんか毎回ナゲットくれてるみたいな。え付けされてるみたいな。ありがとうございます。いただきもうねおしゃべりしながら食べますよね。我々はね。あの食べながらちょっとね。でもねあのさっきこれこっそりこううちらのこのスタジオに置いてくれる途中に T さんはこれね今ね安いんすよって言ってた。これね今ね安いんすよって言ってだから。あうまいっす。うまい。ありがとうございます。 メール、絆読みましょうか、いきなり絆読んできましょうか、あのね、あの、まあもうチェックされてる、これ聞いてるね、ホルモンのことを知ってる方は、もう、そらくチェックしたと思いますけどもね、チェックしてますよ、もう、ホームページで、謎のカウントダウンが始まったかと思いきや、とある動画がアップされましたよね、いわゆる謎の応募圏のいいショーに。 いい賞いいと、そして本当にあのー、いっぱい賞があったんですけど、どれが一番勝ち組だったかって発表ありましたよね、それがね、結構反響が来てるんですよ、<お>ちょっと読んでいいですか、宮崎県宮崎市の生さんですねあびっくりしました、長友さんかと思いましたね。 うん、生さん、ありがとうございます。ますおめでとうございます。マスがダメだったので、うん、超嬉しいです。おめでとうございます。えー、家族で、はい。風、家族で風を開けて、石だけがコロコロ出てきた時には、<laughs> みんなで爆笑しました。<laughs> ちなみに、8個でした。お<ー>、うん 個数,個数にも意味があるくさいので、種明かしが楽しみです。これ、多分ん見てなかったですね。あと、宮崎から定期絆です。<うん S 1> <の>定期絆、<えー S 2> 定期メールね。この前、あと、アトム、これね、アトモスフィアやと思うんだよね、この感じが、の多分アトモスフィアやと思うんですけど、<うん S 1> が宮崎に来たとき、耳こいでおなじみ長友さんが DJ をして、いきってました。<うん S 1> なんだか宮崎のクラブシーンでよくやってるそうですが、若干、イラつきましたと<え>。まあ <laughs> 最終的に長友さんの話聞けたという長友ディスりっていうことですねディスってはないですけどね <laughs> まあまあ、ね、DJ やってんねやんねクラブシーンでは生きてるらしいっすよマジっすかまあねっというかそんなもう分かんない耳こいでおなじみの長友さんがなんてもう宮崎ではだいぶであれちゃいます宮崎長友でもググったらすぐ出てくるんですかもしかしたらまあ、ね、医師が8個当たったまあおそらくその生さんは動画チェックしたんでしょうねええええしてくださいねもし見てなかったええ、ね もう続きましていきます、はい、あ,あこっち来町田市の東京都町田市のしゅんさんですね、はい、同じ市内じゃないですか <laughs> 川来たけど衣装の石の謎がついに見ましたね見ましたはい 僕は CD を買ったのが謎の応募券締め切り5だったので残念ながらどれにも応募することはできませんでしたが応募してない自分でも面白い結果発表でした個人的にはハラ腹ペコの人はホルモンさんはいろいろな語呂合わせを使ったフリーイベントをしているので今回もいい粉、いい草と同様にいい石ということで何かイベントをするのではと兄と思っていましたがりょうく君がフリーイベントは一切ありません発言で兄と爆笑してしまいました <laughs> そ,らそら何回もたまるかいよな <laughs> そしていない自分でもやられたと思ってしまいました。<laughs> えこれからもファンに笑いを届けられるようなバンドでいてください。応援しています。東京の方でもラジオが聞けるならねなればいいですねと。素晴らしいわかりやすい説明を込めたメールでしたね。いいですね。ありがたい,い。ありがとうございますね。なるほど。えー、あ残念だからリクエストはモンゴル800のマタニということころ、ね、<laughs> ですね。水が出てましたけどもね。俊くん。 町田市の先輩やぞそうやぞお前やめとけよちゃんと先輩の曲リクエストしろよお前もう一個ぐらいいい賞いきます何でもんぱちんやねん本気でラジオのリクエストだと思ってるから大概2曲ぐらいやって自分らの曲ともう1曲とかあれ答えやからうちやってませんから残念ながらやってませんねそれやりたかったら細見さんのラジオでやってくださいいっぱいかけてくれるもう一個いきましょうか吹田市の「はい」 本貴さん,本日さんこの前初めてラジオでメール呼んでもらえてクソ上がりました<い>ようやくようやくパンツスプリングで負傷した顔面も傷跡が残ることなく治りましたおおよかったよかったそう,そうですね、えー、大輔さんいい将の石の発表動画でまだ杖をついてましたがもう治りましたが、うん、もうだいぶよくなったんですけど、はいえー、まさかいい将の石がただの石だったなんて <laughs> ホルモントラップにやられました <laughs>、うん、静電気除去キーホルダーに申し込んでおいたらよかったなというね あれちょっとシミューまだうちらの手元に届いてないのは俺が応募してないからですか応募してないからですかもしくは外れたからですか実はね静電気除去キーホルダーが勝ち組だったっていうことだったんでございますまだ当たってない来てないでしょキーホルダーでタッチはああ来てない来てない来てない誰も来てないよねうちもまだ来てないですね誰も来てないよねまだ来てないですね来たらちゃんと言わんとあかんねなやっぱな報告しようよピあの取ったタグを集めようよそれ結構シビアやって <laughs> いや、でも、うん、結局、ほら、う、あのー、んだからさ、合わないって、いや、そうやで私なんか、本当にかずか行動範囲がさ、うち、ん、と保育園とスーパーぐらいに限られてんから、うん、もうか決まってるわけよ、うん、もう、もしかしたらほら、OK ストアの駐車場のおじさんとかが持ってたら、もう一発だよ、私なんかは。そうだよね、うんに、大体行動範囲が毎日違う。いや、大体違だから、うん、ただね、<laughs> 大体ね、OK でね、うん この間もあったのさんにまたローアイキーロー,アイキー1さんに。あーよう合うなのよ。よ,あ、ね、よあう合うよう合うわホントに。今回は納豆の前の冷凍の魚のコーナーであったんだけど <laughs> 入ってすぐのとこの冷凍コーナーであってっあの、ね、一応我々にとって <laughs>、はい、あの人たちの世代は割となんつうのもうかっこいいっす、うん、そ,そうそうそう。おしゃいしゃれおつのね。なんか冷凍の魚とかじゃなんかやこやれなんか。<laughs> 違違ううそこのコーナーで私がその迎えのちょうどね娘の誕生日の前だからちらし寿司とか作ろうかなと思ってそれを見てたのそしたら「奥さん」って言われて「ちょっと奥さん」って言われてパッて振り向いたらイチさんだったイチさんご夫婦がうやっぱあの辺なんねやっぱ家ねそう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 みたいよへえ敏郎さんもどうやらそこ来るっていう噂の辺らしいねまあ敏郎さんは会ったことないけど。 言っったけ何がいうのあの松山健一と小雪は見たっつったのその OK でか OK じゃない OK じゃないよ全然違うとこやろ伊勢丹や伊勢丹新宿のかじゃあえっとクイーンズシェフあやっぱ伊勢丹のスーパーでしょちょっとランクが上のスーパーのやつでしょそうちょっとええもの売ってるなんかシュッとした人いてるわと思ったらうわ松山健一やと思って俺やよく小雪やないかと思って子供いなかったけど預けて2人で行っがちっちゃいでしょちっちゃすぎちゃって 預けて買い物したの生声てやいやいや <laughs> 多分それ松山ケンイチもシュッとしてるわ松山ケンイチってそんなに奈緒ちゃんかっこいいと思ったことないけどさテレビでは普通にさええ、うん、俳優さんとしてはすごいすごい,す,すごいさと思うけどそんなさ別に顔がイケメンだわとか思ったことないけど、うん、生松山ケンイチはイケメンだった生山ケンイチやばい生山一い生イチ 生前一って思う生イチね相当イめメだったうわかっこいいと思ったもんすぐやっぱオーラあったら分かった違う人がなってオーラはそんな出してないの消すんかなそういう時って多分ね自分でコントロールできんじゃんシュッとしてんじゃんて消すんじゃんそうそう戦闘力みたいなええなえそれナオンチの近くのクイーンズ伊勢丹でしょそうオレンジの近くにもクイーンズ伊勢丹あるんですよそこでどこ誰ですかえっ誰ですか わかるかな、えー、分かってほしい。ボキャテン世代ぐらいしかわからんと思う。ーーボキャテン世代。どっちどっちどっち,どっちあのー、っ声高いツッコミの方だから。よう <laughs> ほんまに合うねん。しかもそこめったに。<laughs> その,伊勢丹そのクイーンズ伊勢丹は、そんな頻繁に行かないよ、うん、行かないけど、たまにちょっと行くわけ、足伸ばしてね、はい、時々いいんだよね、あそこ高い高いけど物わけ、物いういのよ、だからちょっとなんかこう、今日は自分にご褒美みたいな時に行くわけよ、行ったら自分にご褒美があのプラスプリンプリンついてくるんね <laughs> <対>に <laughs> プリンプリンは分かんないか,か,なかな、これは合うかな、俺らぐらいの世代じゃないと分かんないかな、この人たちはしかも。<laughs> プリンプリンの声高い方の人がねやばい見てわかるかなプリンプリンなおちゃん俺見た瞬間に「うわプリン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 や」とレタスをまあそれは人間やから見えるけどレタスを比べてた色々これかなこだわり派やなこれかなってなるほどねそうそうそう言ってましたそうなんや街で見かけた芸能人シリーズちょっと教えてほしいの最近だから会ってないもんね街で誰か見た他に松山源治ぐらい いやー松山県ぐらいだな,だな誰かそれこそねヨーロッパ、うん、去年ヨーロッパツアー行く時は成田空港で森さ中の大島と村上家、うん、みいの見たよねそう奈央ちゃんとしみ水よりは細かったから、ね、細かったってね <laughs> テレビで見たときはね、ね、同じぐらいかなと思ってたんだけど、うちらの方がデブだったわ。で、あと登る前に小西木も見ましたね。小西木でかかったな。小西木に関しては涼より痩せてたからね。などに小西木のハワイアンチームにが涼、えこっちだよこっちだよ。そうそうそう。こっちこっちそっち行くなこっちだよ。いや違う確かにサモアっぽいけど、サモアっぽいけど違うよつって、一応ホルモンの人だよこっちだよつって。 あんま見てないでもなんか俺最近ねあの特にほらあれブログとかツイートはやってないけどあのなんかこう機会があったらその舞台とかを見に行くようにしようとしてるんですよあとなんかその例えば落語であったりとか落語行ったの落語行くんですよ今度行くんですよやばいっすねまだ行ってないのまだ行ってない今度で最近はその舞台であの生瀬さんとさんまさんがやってる舞台が年一度あるんですよそれ あとは鶴瓶さんの立ち話鶴瓶さんが2時間ずつ喋り続けるってやつとかでそういうのでは芸能人はったんだ見たけどそういう時に客席にいるんじゃないのいやだからチェックすんねんやっぱ俺もで分からん本当。うん分からんもんやわそうなんやああじゃあその時あれおった鶴瓶さんの立ち話の時はパンクブーブーおおちローソンローソンのローソンのローソン来てないね最近ねローソン来てなくなったねローソン言われるからそんな感じ偶然は合わないですね 私この間、偶然あのバーってスタジオの帰り首都高走ってたら、うん、降りたシューって降りたら、うん、横にふーって黒い車来て<誰>えっと思ったら、うん、マキシマムザホルモンの大輔さんが奈緒ちゃんより全然後に出たはずなのにシューって横来てたね本当気づかなかった,全然,かった全然気づかなかった全然気づかなかった降りたところって多分あれあそこやろそうそうそう とこ降りてカンパチとぶつかるとこへそうで奈緒ちゃん新宿方面行くこと全然気づかんわスッと横に来たのであこれわざとかと思ってパッて見たら全然気づかないで笑ってたな人でか笑ってた一人でこの子一人で笑うてると思ってやめてんか笑うてると思ってでも俺はそのパターンでまさにそこであのシアターブルックの佐藤泰二さんに偶然まあパッて見たけどその時は カイジさんは笑っってなかったけどね <laughs> あ、でもね、なおちゃんね、ふーってね甲州街道走ってたらね、あれ、どの辺かな、明大前とからへんかな、分かんないけど、うん、その辺の交差点で、ちょうど信号止まったら、うん、目の前の信号を、あゴーイングアンバウン,ンドの聡君が、うん、謎にビール一ケース抱えて、<笑>,笑ってた。<laughs> なんで笑ってんだろうね基本的にだからちっちゃいデブ笑うんやめろやめろなんかさ結構でも人って笑ってんだよやっぱ通り過ぎる人ってちょっと笑ってない特にね笑ってるのにチャリ乗ってる人笑ってるからチャリ乗ってる人ってなんかちょっと笑ってるからかわいいから見てみ込んででなのねちょっと笑ってるあと俺その笑ってるシリーズってか気になるのは例えば電車乗ってるでしょで向かいの席に例えば 仮にそれはじゃあ女子高生でもええわ3人2人組にしようか2人組がすごい喋ってんのね仲良よさそうやなみたいなで片っぽの連れが降りるやんじゃあねまたねバイバイって時にまた乗り続ける子は笑ってるやんその子が扉が電車扉が閉まった瞬間に笑顔がスッて真顔に戻るやんあの瞬間ちょっと俺毎回怖なんだよ怖いよねわかるわかるその子は別普通いでなんかでも笑顔が真顔にスッてなる瞬間 はい終了みたいな、ね、そうそうはいカットみたいな感じでしょこ怖っって毎回思うそれ分かる今日もそれやった俺ちょっとせっかくいい話だったのにみんな笑ってるっつって怖くなっちゃったごめんなさいね